すごい人、まあ、予選もありましたしね、まあ、このトークショー最後ですから、ぜひ皆さん最後まで楽しんで書いていただきたいと思います。さあというわけで、ここからですね、本日3回目のウェブドライバーズトークショーをお届けしてまいります。進行を務めます勝間智也です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて3回目の今回はですね、なんと特別バージョンで、お送りいたします。トークショー後半に運動会でおなじみの玉入れ大会をですね、子供たちと選手が一緒になって対抗戦をしたり、さらには小山町ではおなじみの福を呼ぶ餅巻きを行います。その際はですね、このステージの前が会場になりますので、皆様に、移動のご協力をお願いしますので、その際はよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、選手の皆様をお呼びいたしましょう。大きな拍手でお迎えください。まず最初はカーナンバー6ポルシェフェンスキーモータースポーツアンドレ・ドクラ選手、続きましてカーナンバー7トヨタカズオレーシング小林亀井選手、続きましてカーナンバー8トヨタカズオレーシング平川亮選手、続きましてカーナンバー38ハーツチームジョーダージェンソン・バトン選手、続いてカーナンバー46チーム WRT バレンティーノ・ロッシ選手、さあそしてカーナンバー50フェラーリエースコルセアントニオ・フッコ選手です。よろしくお願いいたします。平山さんです。よろしくお願いいたします。それでは皆さんどうぞお座りください。さあというわけでですね、もう皆さんがね、もう本当に黄色い線ありがとうございますもうね。さあというわけで、もう非常に会場が盛り上がってますので、早速ですね、今日集まってくれました日本のファンの皆様に予選の結果に触れつつ一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。ではまずロッテラー選手からお願いいたします。皆さんこんにちは。ありがとう。Thank you so much. Such a great support and always great to come race here in Japan. So we are starting fifth, so qualifying was okay. Not perfect, but good starting position for tomorrow's race. はい、皆さんありがとうございます。本当に応援してくださってありがとうございました。日本でレースできて、また嬉しいです。で、まあ、5位ということなんですけれども、まあ、予選のスタートとしてはまずまずだと思っていますので、もう明日もぜひ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして昨日誕生日おめでとうございます、小林亀井選手。ありがとうございます。はい、さあというわけで皆さんに、まずはファンの皆様に一言、そして予選の結果も踏まえてね、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ここに来てすみません。ちょっとね、外国人枠っぽいんですけど、ちょっと僕日本でよくレースしてるんで、あんまね珍しいものじゃないですけど、先に謝っておきます。明日は4番手からスタートになりますが、しっかり勝てるように全力で頑張りたいと思うので応援お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそして今回初めて予選にね、ドライブしました平川亮選手です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、お疲れ様です。はい、ちょっと予選ポールに近かったのですごく悔しいですけども、車の性能は全部冷やしたので悔いはないです。明日は、優勝を目指せます。はい、頑張ってください。さあ続きましてジェンソン・バトン選手、皆様に一言お願いいたします。こんにちは。It's so good to be back in Japan. It's been 5 years since I last raced there in Super GT, and I miss you guys. So it's great to be back. Yes, today's qualifying wasn't so good for us. We're right at the back, but don't worry. Tomorrow, 頑張ります。日本に戻ってくることができて嬉しく思っています。スーパー GT でですね、最後のレースしてから、まあ、5年ぶりということなんですけれども、本当に寂しかったです。みんなに会いたかったということで、もう今日会えて嬉しいです。で、まあ、ちょっとね、残念ながら予選の方はもう完璧とは言えなかったところはありますけれども、心配しないでください。明日は絶対に巻き返します。はい、頑張っていただきたいと思います。さあそして同じく2019年ぶりなのか、約5年ぶりの来日になりますが、バレンティーノ・ロッシ選手です。皆さん一言お願いします。
こんにちは。Hi, hi to everybody. Ciao. It's always a great pleasure to come here in Japan, and for me it was a long time from the last time, and this is the first experience here in Fuji, and so thanks to everybody for the support. And the quali for us was not fantastic because we will start tomorrow in the 12th position. But you know, will be a long race, and we hope to have a good pace for improve our position. はい、皆さんこんにちは、ハロー、そしてチャオということで、日本でですね、最後に走ってからもう非常に、時に経つのが長く感じました。で、久しぶりに戻ってくれて嬉しいということと、それからですね、富士は初めてということで、応援してください。そしてありがとうございます。で、予選はですね、残念ながら12位ということで、ちょっと残念な結果ではあるんですけれども、もうレースでですね、しっかりポジションを上げて、やっていきたいと思いますので、ぜひ引き続き応援をよろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、それでは続きまして、フッコ選手、ファンの皆様に一言お願いいたします。 Yeah, hello everyone. It's nice to be back here in Japan. A lot of fans during the weekend, soI hope we will have a good race tomorrow, a good show for all of you, and enjoy the race. はい、皆さんこんにちは。また日本に戻ってくれて嬉しいです。明日は素晴らしいレースに、していきたいと思います。で、あとはですね、楽しんで、臨んでいきたいと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、今回この3本目のトークショーに関しましては、皆さんがですね、予選も終わりましたし、ちょっと緊張時という意味では、休暇の時にどんなことをしているのか、レースウィークとかどういうことをしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますけれども、まずはロテラ選手、久しぶりにこう日本に帰ってきましたけれども、やっぱりこう一番最初に行ってみたいところはどこですか？日本で行ってみたいところ。六本木。holiday was good in Europe, so I stayed mostly around Monaco in my home. But next destination, actually I'm coming back for a holiday 1 week here in Japan in October. So I will try to enjoy more outside of the racing and see some new spots. And I'm coming for 50 years Tom's anniversary, so we're celebrating this.はい、そうですね、まず六本木ということですけれども、お休み、本当にですね、むしろお家で過ごしたいということで、ヨーロッパ、特にモナコですね、この家でリラックスして過ごすということが多いですけれども、10月に実はですね、トムスの50周年ということで、そちらに駆けつける予定でありますので、ちょっとそこでレース以外の、ところに楽しんでみたいなというふうに思っております。はい、そういうことですね。さあ、そしてハムイ選手はもう今チーム代表としてものすごい忙しい毎日を送っていると思いますけれども、レース以外には何やってるんですか？レース以外、六本木、六本木、六本木だそうです。でも本当何してるんですかね。休みを、じゃあレース以外何もしてないです。レースしかしてないです。休みを3日間もらったら何します？3日間もらったら六本木。ね、でもいろいろコーヒーやったりとか、最近映像にもものすごく凝ってて、若手をいろいろ今育ててるんですよ。そうですね、それはでも仕事みたいなもんじゃないですか。そうね、はいはい、だから本当にそもそも日本で3日間いることないんですよ、なので真面目に言うと3日間仕事が休みっていうのをちょっと今想像したことなくて、今年とか。ああ、なるほど。ほぼずっと仕事してますね、はいはい、今は、はい、じゃあもう全然3日間休みもらえるとも想像がつかないわけですね。今ついてないです、はい。でもやっぱり、チームだったりそうやって若手を育てるのは今楽しいでしょうね、一番ね。そうですね、はい、楽しくはないですけど任務だと思ってやってます。そうですね、はい。さあ、平川選手は逆にこう休日とか何されてるんですか？六本木ですね。それイメージダウンしちゃうから。でも海外でお休みって何してるんですか？一人じゃないですか？そうですね、何してるんですかね。最近休みがなかったので、何もしてなかったですね。何もしてない、やっぱり休む。はい、休んでます。ゆっくり休む。はい、でも体調大丈夫ですか？大丈夫です。
だいぶ慣れました。オースティンのレース日から体調崩してて、うん、はい、ちょっとまだ完治してないんですけども、うん、はい、なんとか明日頑張ります。そうですね。じゃあ体調良かったら今日ポールでしたね。そういうことではないです。落ち込みますから。そうだよ、はい、はい、さあ、バドン選手は逆に休日はどういうことされてるんですか？Run around chasing my children. Yeah, you think racing's tough? Kids, wow, that's tough. Amazing, but it's tough. But I'm loving being a dad. So, you know, my whole racing career, I've been so selfish. And you are selfish, and you have to be selfish. And suddenly, I'm the least most important person in my house. You know, so, but I'm having a lot of fun and seeing the kids grow.And seeing their passion and their love for different things, it's pretty special. そうですね。まあ、レース以外のところということで言うと子育てでしょうかね。まあ、レースも結構大変なまあ、ことだと思うんですけれども、子育てといったらもう比べ物にならないくらいだと。ただもう父親業を楽しんでます。まあ、レースでやりたい放題やってきたんですけれども、もうそうすると家で、まあ、大黒柱ということで一気に責任が出てしまってと。ただもう子供が成長するのを見るのも楽しいし、こういろんなことに興味を持ってくれてるのを見るのも嬉しいというようなことで、まあ、子育てかなっていう感じですかね。はい。さあ続いてロッシ選手は逆にこうレース以外の趣味って何を持ってるんですか？レース以外の趣味。もうね、バイクもラリーもいろいろレースやってますけど、レース以外の趣味。I am in the same situation than Jenson, because I have a small daughter that have 2 years and a half, and also my girlfriend is pregnant and waiting. Thank you. Waiting for the second one that will be another girl. So after between racing and children's, you don't have a lot of free time since a bit. But I had the chance to stay 3 days in Tokyo at the beginning of this week in holiday, because my girlfriend wanna see Tokyo, and we enjoy a lot. It's good, and also Roppongi is the place. It's fun, yes. そうですね。私もちょっとですね、バドン選手と似たような状況で、まあ、ちっちゃな娘がいるんですね。2歳半なんですけれども。で、あとガールフレンドがですね、今2人目の女の子、妊娠してましてということで、まあ、このまあ、レース以外のところというのはもうとにかく子育てに追われていると、まあ、いう感じになりますけれども、ただですね、今週まあ、ここに来る前の3日間東京で過ごすことができて、で、まあ、ガールフレンドも東京をちょっと見てみたいということで、まあ、一緒に楽しみました。どこ行ったかって、まあ、六本木に決まってるでしょうってことですね。はい、ありがとうございます。さあ、フッコ選手はこう休暇、お休みの時はどういうことされてリラックスされてるんですか？ I spend a bit of time with the family and enjoy the time in Italy, and then we went back workingTried to find something to beat Kamui and the competitor, but it's still hard, and not much, just enjoy the free time. Luckily, I don't have any daughter at the moment, so a bit more time for me. はい、やっぱり家族と過ごしたりということが多いかなと思いますよね。で、まあ、イタリアに帰って、で、まあ、散歩をしたりとか、まあ、もちろんですね、まあ、競技のこと、勝負のことを、まあ、常に考えたりしてますけど、それをちょっと少しリラックスしてと、まあ、いうようなことで、まあ、私は娘がいないので、まあ、そこまで追われることはありませんけれども、まあ、常にのんびりするかなという感じですかね。はい、ありがとうございます。僕ね、一つ質問というか疑問があったんですけど、皆さんね、本当に素晴らしいレーシングドライバー、まあ、ライダーだったりとありますけれども、逆にレーシングドライバー、ライダーじゃなかったら何になってたんだろう、何になりたかったんだろうってちょっと聞いてみたいんですが、ロテラ選手はレーシングドライバーじゃなかったら何になりたかったですか？ Well, luckily this question was cleared long time ago, but I was thinking if I was notGonna succeed with karting, and I wanted to be a car designer, like a stylist. So I looked for some school, but yeah, my go-kart career and racing went on. So, but that was one thing I was thinking of doing when I was younger on the side.
そうですね、幸いなことにね、そういうことを考えずに、来れたと、考えることが、あったとしたら、もうかなり昔のことではあるんですけれども、カートの方ですね、5カートの、レーシングカートの方をやってた頃に、ちょっと、もしこれがうまくいかなかった時には、車のカーデザイナーということで、いろいろ車のスタイリングをですね、考えるようなことしたいなと思って、ちょっと学校なんかも調べたりしたこともありますけれども、幸いこのカートの方がうまくいきまして、もうずっとこの、一筋って感じになってますかね。はい、亀井選手はどうですか。無職ですね。無職、仕事しない、はい、似合うそれ本当無職じゃん。無職です。無職ね、夢は無職です。そうね、はい、無職、何も仕事しなくてもちゃんと生活できる。そう、それってほど幸せなものないんじゃないですかね。確かにね、はい、以上です。いや、そして山にこもって壺を作るんですね。すいません、なんか最近ニュースで見るやつですねどうかな、分かんないけど山ごもりしてたからね。そう、はい、平川選手はどうですか。そうですね、ちょっと家が、医者の家なので、医者になってたのかなと思います。あ、お医者さんね。ちょっと真面目な話ですよね。はい、いや、大丈夫ですね。バトン選手はどうですか。もしレーシングドライバーになってなかったら自分は何になってると思いますか。ドクター医者かな。一緒じゃん。ドクター川さん。Yes, I have no idea. No idea. From the age of 8, I've been racing, so I have no idea. Maybe a tattoo artist. タトゥーアーティストかなって、もうね、平川先生ってお医者様って呼ばせていただきますということなんですけれども、もうそれこそ物心ついた8歳からずっとレースやってるんで、そんなこう疑問も抱かず今日まで来たっていう感じですかね。多分そうじゃなかったらタトゥーアーティストになってるかなありがとうございます。そしてロシ選手は、I love sport, so if not in motorsport, maybe in another sport, like, I don't know, football player or tennis player. Maybe motorbikes. maybe I have to try with motorbikes. Exactly, you should try. It's a good idea. Exactly, you should try. Have you ever tried? Just a little bit. Okay. Race, not that, bike race.なってたかなってやったことあるちょっとだけっていうことですけども、マジレスっていうかですね、真面目な答えからすると、スポーツが好きだったんで、モータースポーツでなければサッカーとかテニスとかのプレイヤーをしていたのかなという感じですかね。はい、何をやっても世界をつかみそうですけどね。さあ、続いてフッコ選手はドライバー、レーシングドライバーじゃなかったら何になってたと思いますか。I mean, honestly, I don't know, because I spend all my life in motorsport, starting with kart, and I didn't have enough time to think something else. So I have no idea. Maybe I need to find a job somewhere. maybe tattoo. When do you? 一緒にやりましょうかとタトゥーをとこういうことですけども、もう本当に私ももうずっとこう人生のですね、もう全てをこのモータースポーツやって過ごしてきたので、その本当にカートの時代からなので、もうこれやってなかったら何になるかなっていうことを考える余裕もなくずっと今日まで来たので、だがもしそうなったらなんかどこかで仕事見つけるかなと、タトゥーアーティストをじゃあ私もやろうかなと、いう感じですかね。はい、ありがとうございます。さあ、そして日本でも馴染み深いドライバーさんたちいっぱいいますので、バトン選手に質問なんですけれども、山本直樹選手とは連絡を取られたりするんですか。Did you talk to Naoki recently? Yes. Hey, Naoki-san was actually here today.I invited Naoki-san to come and watch qualifying. So yes, still very close to Naoki. It's great to see him still doing really well, especially in Super GT, my old teammate. So I have so many special memories of racing with him here. And my last race in Fuji, we actually finished second and we're on the podium. So good memories, and maybe one day we'll stand on the podium again together.はい、実はですね、直樹選手今日来てるんですよね。予選見に来てねということでご招待しまして、来てくれてます。今でもとっても仲いいし、スーパー GT 本当にいい思い出がいっぱいということ で実際ですね、最後 のレース富士で、2位でですね、要はポーディアムでフィニッシュできたと、いうことで、大変いい思い出ばかりで、またポーディアムにですね、登れるように頑張りたいと思います。
はい、頑張っていただきたいんですけれども、さあ続いてロッテラ選手は、まあ、先ほどトモス50周年の話がありましたけれども、やっぱり日本に来るとトモス関係者でよく連絡を取ったりするんですか？Yeah, once in a while. So actually I saw Tachi-san in Monaco. He was there on holiday for a cruise with his wife, and that's where he invited me. So I felt like I need to come to this party because I've raced 12 years for Tom. So I had a really amazing time where I'm very thankful for this episode and chapter of my life, which gave me so much. And yeah, every time I see Juichi, for example, it's really always a great pleasure, a great joy. We had really great times together. So yeah, it's very yeah, meaningful for me all this time I had. So that's why I want to be there for the 50 years now. そうですね、あのたまに連絡取ってますし、あとあのタチさんがですね、モナコにあの、まあ、休暇で来られてて、奥様とクルーズを楽しんでる時に私も呼んでもらいまして、まああのまあ、そういうこともあってですね、あのパーティーにですね、あの、まあ、50周年にはもう駆けつけなければと、まあ、それだけじゃなくですよね、やっぱりトモス12年間レースさせていただいて、でまあ、私 の, その人生 の, その、まあ、1ページというか1章をですね、まあ、とても素晴らしいその、まあ、エピソードで、まあ、その飾ることができたというのもあのトミスの皆さんのおかげだと思ってますので、ということで、まあ、本当にあの意味の意義のあるあの素晴らしい時間を過ごしたという感謝でいっぱいです。はい、ありがとうございます。本当にね、あの日本に馴染み深いドライバーたちなんですけれども、カムイ選手もうやっぱりこう、まあ、日本に来てこれホームゲームじゃないですか、ホームレースじゃないですか。ドライバー以外、まあ、チームだったりとかってどっか日本食に連れてったりするんですか、チーム代表として。なんか今回特別なケータリングを用意してるっていう。いや、ケータリングを用意したんじゃなくて、いろいろ諸事情がありまして諸事情がありまして諸事情がありまして、ケータリングをチーム100人近いんですけど、その100人を、僕がオーガナイズしてチーム全部ケータリングやってるんですけど、はい、この前のアメリカ帰ってきてニトリで皿を100皿ぐらい用意するんですけど、ニトリって100皿一気に置いてないんですよね置いてないでしょうね。だから7軒ニトリを回りまして、皿とナイフとフォークとかを集めたり、はい、業務用冷蔵庫をオーダーしたり、食材をオーダーしてシェフを全部こうメニューを英語版に書いてチームと確認してみたいなのを、うん、ずっとやっていて、まあ、本来日高とかアメリカのレース終わってからみんなシミュレーターのためヨーロッパ行ったんですけど、僕だけ日本に帰ってきてずっとあの皆様のケータリングの準備をしておりました。おもてなしですね。はい、おもてなし。はい、でもそれは今回実現したんですか？やってますよ。あ、じゃあもう大喜び。はい、おお、よかったです。どうですか日高さん。最高です、はい、最高あの皿が特に最高です。えお皿がお皿が最高。全部同じ感じ。全部同じ。これね大事なんです全部同じってどんだけオペレーションする側にとって大事か。そう、ね、分かります、ええ、だからもうこだわってこだわって東京中のニトリのある皿全部なくなりましたもうオートスポーツウェブではカムイニトリの皿を買い占めるんですよね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、ここからですね、早速玉入れを行っていこうと思います。なのでごめんなさい、今ちょうどこの屋根の下に皆さんは一旦ですね、この大屋根下から出ていただきまして、